実はですね、さっきまでずっとティムがいたんで、ティムバードがいたら、そのままこれをやろうかなと思ってたんですけれど、彼が帰っちゃったんで、どれだけ話がうまくつながるかわからないんですが、ご存知の通り、これが Linux Foundation の、ウェブサイトで、でこのところに EHL Linux カンファレンスのスケジュールであるとかがこう残ってます。でそれでこのところにカーソルを合わせるとブレックファーストなのかどうでもいいんだけど、例えばチームの前で誰がこんなプレゼンテーションをやりましたなんていうのがあります。で、まあ結構このプレゼンテーションについてはいろいろこう話があったんですけど、例えばティンバードのプレゼンテーションがここにあります。で今回この中でおそらく ELC に参加された人がおそらく何人かいるんじゃないかなと思うんです。宗像さん参加されています。僕も喋ったのは結構 ELC のように喋ってるので、ですよね。あと他に ELC に行かれた方って、あと浅田さんと、あと小林さんか、もう一人の小林さんで、ここら辺でこのプレゼンテーション面白かったとかいうちょっと思い出の話があると、あったら聞かせてもらえると嬉しいかななんて思ったんですけれど、大体こういう話は英語でティムに無茶振りすると、大体ティムがベラベラベラって答えるのはいつもの約束なんで、それでやろうかなと思ったんだけど、はい、エブリはでグッバイってグッナイって書いちゃったんで、どうしようかなと思ってたんですけど、とりあえず聞いてみます。どうでしょうかね、ここら辺のプレゼンテーションはちょっと面白かったなんて話があったら、ぜひちょっと聞かせてもらえればいいかななんて思ったんですけど、私ブログ書いてますけど、そのブログのページをちょっと書いていただいたらいいかなと思うんですが、組み込みの人で検索して、組み込みの人にちゃんと全然でこうやって出てくるね。でなんかツイッターはなくてなんだね、はい、でその、右側の脇の方のところから最初のファイル、その ELC に行ってきましたっていうやつが4番目ぐらいにありますので、本当だこれですね。まあちょっとずつコメントして、さっきのインテルのキーノートはまあとりあえず宣伝っぽかったですけど、でも64ビット対応はおそらくインテルが一番環境が整ってるから最初に出てくるだろうなとか、あと、まあそのミノーボードの次のやつ、エイトレールが乗ったやつが一応まだ出荷されてないけどデモ版としてなんか出てましたっていう話が入ってましたね。コミットのエイトレールのサポートが入ってます。あ、そうですね、はい。でティンバーさんのキーノートは結構気に入ったんで、たくさん書いてありますけど、これは読んでいただければいいかなと思ってます。で、いくつかのテーマがあって、まあ、Linux カーネルのテストの話っていうのがいくつかのところに出てきてて、まあ、当然、柴田さんとそれから中田さんの話の中にも出てきたのと、それから、まあ、LTSI のワークショップっていうのが、まあ、今日インビテーションのある人だけが参加できたんですけど、その中で、まあ、非常に突っ込んだ議論がありまして、で発表資料は公開されているので、そのリンクの中で LTSI スライドコレクションというところで一応なんか見ることができますので、まあ、テストに興味ある方はそちらを見ていてもいいかなと思います。あと、まあ、ブート時間の短縮に関してはやっぱり皆さんが苦労されているようで、基本的に同じテーマに関して2人の方がそれぞれ同じようなことをなんか話していました。でどちらも私は実践的なテクニックが満載で、ブート時間を短縮したいと思っている人は、まあ、このプレゼン資料は非常に役に立つんじゃないかと、両方見ていただければいいかなと思います。でデバイス3なんですけど、まあ、私個人的にデバイス3ずっと前から結局理解できないのであったんですけど、このデバイス3 for ダミーズとかっていうのはまさに教科書として勉強するにはとても役に立ちそうな話だと思いましたし、まあ、あとその2番目に書いてあるエンゲージデバイス3っていうのも、現実的なデバイス3のドライバーを書くときにはこういうところが面倒くさいとか、そういったことがなんか正直書いてあるので、まあ、役に立つんじゃないかなというふうに思いました。昨日のクロージングキーノートでも結構デバイス3がいろいろ話になってましたね。
そうです。だからあるのはいいんだけど、自分のドライバーをデバイスに対応するには、ね、どうしたらいいんだろうっていうところが、なかなか分かりづらかったので、まあ、こういうところを見ていけばいいんじゃないかなと思います。あとは、まあ、そのテーマとしては、その SOC の、の対応のコードをカーネルにメインラインするっていう話がな、まあ、そういうテーマでなんかいくつかありまして、まあ、いくつかはうまくいってるやつ、いくつかはまあ途中までやってるやつ、もういくつかはまあこれからやろうかなっていう話になって、うまくいってるやつはもうその一番上のところの、やつで、これマーベルの SOC のメインライン化した時の話がガーッと書いてあるんですけど、まあ、そこにも書いてある通り面白いなと思ったのは、基本的にそういう作業をするところの難しいところっていうのは、技術的なことが半分で、残りの半分っていうのは結局ソーシャルなところで、そのいろんなところのメンテナーと、まあ、より良い関係を保つっていう人間同士のやつで、まあ、そのためにはやっぱりその合理っては合理従いだとか、まあ、あとまあやっぱりメンテナーを待たせないようになるべく早く、まあ、レスポンスを返すとか、まあ、そういった、まあ、ことっていうのが地味に、まあ、重要で、要するに結局うまくやっていくっていうことが、まあ、重要なんだなというのが分かりましたし、まあ、それが、まあ、それがうまくいってるからこの、メインライン化は成功してるんじゃないかな、うん、であと、その2番目に書いたやつはその仲介送信と言われてるやつ の, そのオールウィナーというものも、まあ、最近メインラインの代わりの中にちょこちょこ名前が出てきてますけど、まあ、この話を聞くと、実は、いわゆるベンダートリーの中で、全部の機能を入れたカーネルを持っていて、しかもそれっていうのがその自社の中の複数の種類の SOC に対応するためになんか、そこに書いてある FEX ファイルとかっていうなんかそのパラメータを別にしたような構成を取っていったと。でその構造そのものは、まあ、デバイスツリーと同じような感じなんだけど、まあそのこの会社は SOC だけに特化しているのは独自フォーマットであると。でこれっていうのを、まあ、解きほぐしつつメインラインに今徐々に入れていくということを、まあ、今やっているという話を、まあ、していて、で、まあ、基本的な部分は入ってたんだけど、まあ、UI 例えば、画面だとかタッチスクリーンだとかそういうところはまだ入ってないけども、まあ、それ以外のところっていうのが、まあ、メインライン化しているというそういう状況。あとそれから、ティムさん、まあ、僕なんですけど、ティムさんが、まあ、司会をしてたんですけど、コアルコムの SOC のメインライン、なんでティムさんかとか思いますけど、まあ、聞いてみたら、やっぱりソニーモバイルというのは、やっぱりコアルコムのチップを使っていて、要はソニーモバイルにとっても、コアルコムの、その、カーネルソースツリー、まあ、使いっていうのは非常に重要な問題であるから、まあ、手伝うから、おそらく、ここで、やりますメインライン化していきましょうという、まあ、これは多分始まったばかりの話だと思うんですけど、まあ、いろんな関係者が出席してます。当然コアルコムのエンジニアもそうですけど、まあ、アームの、ツリーの、まあ、メンテナーの方とか、まあ、グレッグさんも後ろで聞いてましたし、まあ、そんなところでした。であとそれから聞かなかったんですけど、後でスライドをめくっていたらやっぱり同じようなテーマでこの TI の人 の, カーネル開発グループの話も出てきて、でまあ、これも合わせて見ていただけると、まあ、やっぱりどこのところもSOC の仕事っていうのをメインなんかするときにやっぱりいろいろ苦労があって、まあ、それをどうやって解決してるか やろうとしてるかっていう話が、まあ、聞けるのが、まあ、ちょっと面白いかなと思います。 TI さんすごいパッチの数も並大抵の数じゃないですもんね、出してるもんね。はい、であと、まあ、興味を持ったのが最近 LLVM に関してだいぶニュースが来ていました。Linux カーネルを LLVM、スクラング LLVM でビルドできるようにするっていうのは前々からあって、ずっと前回の ELC なんかでまた今ここまでできましたみたいなそういう感じが、ステータスレポートがあるんですけど、現状のところは、クラング側に必要な変更は全部もうクラングの方に、入っていて、カーネルの方も、まあ、今徐々にそのパッチっていうのを取り込んでもらっていると。で、LLVM Linux っていうのは一応、Linux ファンデーションの中のプロジェクトっていう形になってるのかな。で、なんかそういうサイトがあってそこに行くと、まあ、情報があって、おそらく話ではその、まあ、そこのプロジェクトの Git リポジトリにはそういうパッチが全部入った状態のものがあるんで、試したかったらそれで試してみてねみたいな話でした。まあ、ちょっと私も後でそれをやってみようかなと。
で同じ方が今度はカーネルじゃなくて Android 全体をあのクラングで LLVM でビルドするっていう話があって、でまあそうするとやっぱりクラングでサポートしてない機能を使っているソースコードをまあこうやって変更してみたいな、そういう話がまああったりしました。まあ、少なくともクラングを使うことによってビルド時間が圧倒的に短縮できるというふうには言っていました。ありがとうございました。まあ、いつもだと言ってくれた人からの、いろんなお話っていうセッションっていうのを、ELC の後では設けてるんですけれど、まあ、今回は LinuxCon Japan の直後っていうこともありまして、今回はそういうセッションを時には設けませんでした。はい、どうもありがとうございました。